引き継がれなかった法王の力が誰ぞの手に渡れば、そしてその誰ぞが法王の力を使いこなす器の持ち主であれば、千の騒ぎの二の舞となる憂いもありますね。力は現在羽の形をしている可能性が高いとのことでしたが、もしやあの鳥が法王の力をお食べになって、そんな、そちらは私のものですわ。今すぐひっ捕らえて、その胸肉観音開きにして差し上げます。ヒギマンティコア流チーターラン、うんどりゃ。受験しちゃおう。ひひひ、キシちゃんからもらったドーナツ食べちゃおうっと。汗でちょっとしっとりしてるけど、やっぱり最高。ジオゲヘナだと甘いの全然食べれないし。そういえばクルルちゃん元気かな。私もキスさんのお友達、フレイヤと言います。フレイヤちゃん、よろしくね。あ、でもでも、ナーナのドーナツはあげないよ。甘いのとっても貴重だし、あと一口しかないんだから。貴重、そうですね。それではナーナさん、お近づきの印として私の持っている甘いお菓子を差し上げましょう。
代わりと言ってはなんですが、ナーナさんの手にしている羽を私にいただけませんか？うん、いいよ。もう見つけましたわよ、ナーナさん。ひげカノンちゃん、私たちが汗水ドバドバ垂らした挙句、ペコリーヌさんのお勘違いで空振り食らってるその間、あなたはまたサボり散らかしてからに。違うの違うの、ちょっと休憩してただけなの。本日何度目のお休憩だと思ってらして、両の指にあなたのちっちゃな角を足しても足りませんでしたよ、このおポンコツおたんこウサギ。ナーナさん、あなたのその手にお持ちの羽、それにそちらのあなた、見ないお顔ですわね。はじめまして、私はランドセルから来た騎士の友人、プレイヤーと申します。くっせーですわ。なんだそんなに臭い。確かに汗かいちゃってベタベタかもだけど。ナーナさんがおまぬけ臭くてどんくさいのはいつものことでしたよ。それよりもプレイヤーさん、ザレ事を漏するならもう少しまともなものにしていただけますかしら。あんまりに嘘臭くて、私様の高貴なお花が曲がってしまったらどうなさるおつもりなんですの。いきなり嘘つき呼ばわりとは心外ですね。まだろくに会話もしていないでしょうに。お騎士さんのご友人の方々、私何人かお会いいたしましたけれど、誰も彼も下々オーラが、大甘ちゃんのオーラがにじみまくりでしたわ。翻ってあなたからは血の匂いがしますわね。それに強い怒りの匂いも。ああ、くっせーですわ。そんなあなたが法王の力をお求めになるだなんて、一体全体どういうことなのかしら。あのお羽は私のものでしたよ。ナーナがもらったんだよ。で、これひょっとしてみんなが探してた法王ちゃんの羽なの？マンティコアのモンストレス、ガノンさん、ずいぶんおしゃべりな方ですね。ああ私様とおしゃべりできること光栄に思いなさいな。つまらないおしゃべりはもうたくさん。あなた流に言うなら、おくたばり遊ばせ、お下品なお嬢さん。私たちのアバターに刻まれてしまった黒い天使の力、以前よりはシャドウを多く出せるようになりましたが、負担の方は全然楽にならないですね。特に今回は回復もかなり遅いみたいです。フラフラ。魔物だったホーちゃん様をお止めするためとはいえ、昨日は長い時間変身を続け、シャドウを出し続けなくてはなりませんでしたからね。お兄さんたちの足手まといにならないためにもって、なんとかシャドウの力を使いこなそうとしてきましたけど、
でも頭落ちかもしれませんね。今までは運が良かったんだと思います。でもこれ以上続けると本当に取り返しがつかなくなっちゃいそうで。ですがリアさん、兄様たちのお力になるためには、ひいてはロストしてしまった方々をお助けするには、戦うことをやめるわけには参りません。そうです、今この瞬間にも兄様やペコリーヌ様たちは目標に向け一意前進なさっているのです。少々の負担があろうとも泣き言などを漏らしている場合では。ミリちゃん、強くなる。え、そのプレシアさん、私たちも強くあらねばと痛感している最中なのです。でもですね、黒い天使の力は長期的なことを考えるとあんまり伸びしろがないみたいで、困ったなって思っていたところなんですよ。違くて、強くなる。私たちが、私たちがなれる成長期なので。プレシアさん、そうですね、黒い天使の力、もともとは忌むべきもの。使わずに済むならそれに越したことは。私は力そのものには善も悪もないって思いますけど、頼り切ってしまわずに私たち自身が成長できたら、修行する。修行、この卑小なる我が身にどれほどのものが収められるかは分かりませんが、可能な限り取り組んでみましょう。これから先の冒険で兄様たちのおみ足を引っ張ってしまわないためにも。そうですね、そのためにもまず修行に耐えられるように体調を元に戻さなくちゃですね。温泉行こう。温泉で、ですが。そうしましょう。ネフィーネラさんの人とっても効くそうですし、それに暑いからって汗をそのままにしているの、お兄さんの前ではちょっと恥ずかしいですしね。リリちゃん、参りましょう。リアさん、プレシアさん、こうしてはおれません。はい、クリア、やりて。広い浴場ですね。奥の方にも効能の異なる湯殿があるとのことですよ。巡ってみるのもいいかもしれませんね。温泉、温泉楽しみだね、プレシアちゃん。でも鼻曲がり。確かにこの辺りはムッとする臭気が立ち込めていますね。硫黄臭というのでしょうか。温泉の成分としては硫黄は大事なんですけど、プレシアちゃん、私たちよりずっとお花がいいですからね。これはちょっときついかも。大丈夫。でも魔物の匂い、わからないかも。祈願城塞の周りはネフィーネラさんの領地ということですし、そんなに警戒しなくてもきっと大丈夫ですよ。あちらに脱衣所がある模様です。利用させていただきましょう。
当に疲れが溶けていくようです。プレシアさん、リリ大きくなってる。ずるい。ええ、ずるなどした覚えはないのですが。リリちゃんのお胸にはお兄さんへの思いが詰まってますからね。私も負けてられないです。リアさんまで何をおっしゃるのですか。もうのぼせてしまいます。あ、誰かいるよ。え、いいじゃな気持ちいい。気づいてないようだから、盗賊らしく盗み聞きでもしてやろうかと思ったが、お前たちと来たらろくな話をしやしない。あなたたちは。バンディーシスターズ。どうも奇遇ですね。どうも。盗賊ギルドバンディシスターズの皆様、このような場で再会するなど夢にも思いませんでしたが、ひょっとして悪いことを企んでいるんですか。うん、見てわからないのかい。今は当時の最中ってやつだよ。こんなカッサクサなお湯なんて盗んでも意味なーって感じだしねえ、イジュナー。ひょふう、当時そのためだけにわざわざジオテオゴニアからジオゲヘナまで来たと。ライライルさんが偶然ゲートが開くこともあるって言ってましたけど、確か狙って移動するのは難しいって話でしたよね。私らだってあんたらが来てるなんて思ってなかったけどね。こんなとこまで来れた理由は簡単さ。そいつは星の導きってやつだよ。お星様？そんな、姉さん行く先に困ったら目隠ししながら地図に向けてダーツを投げるだけなのに。スゴロクみたくサイコロで決める時もあるよね。そんな運試しみたいな方法で違う世界にまでたどり着いたんですか？ちょっと信じられないですけど。信じようが信じまいが勝手だけどね。どうあれ、私はそういう星のもとに生まれちまってるのさ。いつも巻き込まれる私たちは大変なんですよ。とんでもない場所に出ちゃって遭難しかかったりするし。では今ここにいる目的は本当に当時であると？はぁ、しつこ。そうだって言ってんじゃん。なので私としては攻撃とかはしないでもらえると助かります。ならしない。当時の最中なのはこちらも同じです。それに私たちを庇護してくださっているネフィーネラ様の浴場を荒らしたくはありません。そうですね。こんな格好ですし、今は戦いとかはちょっと。そうね、キンキンに冷えた麦しわでも引っ掛けて。はーい、僕はフルーツ牛乳がいいです。バカなね、夜作るから。おも、水鉄砲で的確に狙撃するのやめてよ、ブキちゃん。
先のことなんざ知らないよ。風の向くまま、気の向くままさ。ま、この世界はなかなか好みなんでね。観光を続けたっていいし。当初の目当て通り、王家の装備を狙うのだってありだね。腹ペコ王女に喧嘩吹っかけるとか、ネフィー狙ってプリンセスの寝込みを襲うとかさ。やはりそのような目論みを、己の利益のためにまた非道を行おうというのですか、あなたは。悪いことダメ。おとなしい顔してやる気満々ってわけか。どうするんですか、姉さん。どうって、そりゃ決まってるさね。このままのんびり湯に浸かって日頃の疲れを癒すのさ。どうも勘違いされてるっぽいけどね、売られた喧嘩を全部買うほど血の気が多いわけじゃないんだよ。喧嘩も分取りも基本は楽しいかそうでないかなのさ。つまり私たちじゃ戦う相手にもならないってことですか。くつろいでる私らに問答無用で襲いかかってくるんなら、今より少しは楽しめたかもしれないがね。ま、どうしてもやりたいって。そうさね、根性試しに一つ我慢大会でもしようじゃないか。我慢大会？もしかしなくても、この熱々でくっさくさのお風呂から先に出た方が負けとか。そんなのぼせちゃう。あんたたちが勝ったら王家の装備を狙うのはすっぱり諦めるとしようじゃないか。悪い話じゃないだろ。それは確かに兄様たちにとって利益になる条件ですが。負けたら、あんたたちが負けて私たちが勝ったら、そうだね、裸でこの国を一周してもらうってのもいいな。裸。ま、こっちも鬼ってわけじゃない。あんたたちにランドセルに帰ってもらって、裏世界にはできぬってあたりで勘弁してやるよ。そればかし。そっちの条件もダメですよ。私たち目的があってお兄さんたちと冒険してるんですからね、リリちゃん。いいでしょう、この勝負受けたいと思います。リリちゃん、確かに私たちにとって敗れた時の罰則は甚大なものですが、兄様たちにとっては足手まといがいなくなるだけのこと。黒い天使の力に頼り切ることなく強くなろうという決意こそ新たにいたしましたが、真に力を身につけられるかなど五里夢中な現状ですし、ならばこの勝負に勝ち高校の憂いを断つことこそ私たちにできる兄様たちへのご恩返しです。箱入り娘のいい子ちゃんかと思ってたが、なかなか吠えるじゃないか。けど私たち三姉妹に根性でかなうと思うんじゃないよ。私もやっぱり数に入ってるんですね。結構熱いお湯ですけど、頑張りましょうね、リリちゃん。はい、浸透滅却すれば火もまた涼し、この程度の熱で根を上げるわけには参りません。だって一人残ればいいんだし大丈夫っしょ、やまねえなら。
よ。誘惑に負けちゃダメです、プレシアちゃん。頑張りましょう。あら、キュッキュッ、ハッピーちゃん。ゆで豚か、つまみにはもってこいだね。でもちゃんと下処理しないと臭みが残っちゃいます。豚さんはきっちり火を通さなきゃ。若菜さんでしたっけ、お料理得意なんですか。少しは。私もなんです。豚こまとか安くて美味しくて、いろんなお料理に使えていいですよね。ですよね。カレーとかお好み焼きとか、安くてお腹いっぱいになってとっても助かります。前からちょっと疑問に思ってたんですが、若菜さんってどうして盗賊をしているんですか。あんまり悪いことをしそうな人には見えないのに。それは吹雪ちゃんも姉さんもお掃除とかお料理とか苦手だし、それに姉さんは放っておくと悪いことが。おいおい、黙って見てりゃ。やめてもらおうか、うちの妹をたぶらかすの。アルターメイデンだったかい。思った通り、一人残らずお人よしのアマちゃんだね。腹ペコ王女たちの方もだけどさ。そのようなことは。ふん、別に褒めちゃいないさ。ただ根っからのお人よしがいるように、根っからの外道がいるのも世の常ってことを覚えとくんだな。そういう意味じゃ、最近の私もいい子すぎるかもしれないね。寝首の一つも欠かないなんざ、これじゃまるで遊びだよ。遊び。考えてみりゃ、ほんとらしくない。前の世界が甘ったるすぎて、毒を抜かれちまったのかもしれないな。何言ってるんだろうね、私は。この程度でのぼせかかれたら気合が足りてないってこったよ。この人、認識の修正が解けかかってる。してしまったようです。おっと、言っとくが、助けるためだっつっても湯から腰を上げたら、その時点であんたたちの負けってみなすからね。そんな、ヤマトさんこそ妹なのに解放してあげないんですか。もし風呂の外に引き上げりゃ、ついでにこっちの負けになっちまうだろう。それに若菜も私と同じ血が流れてるだけあって、見かけ以上に頑丈でね。死にはしないだろうさ、まだしばらく。リアさん、リアさんもそろそろ限界のはず。若菜様を連れお上がりになってください。リリちゃんは大丈夫です。私はこのような身勝手な方には決して負けません。わかりました、頼みます、リリちゃん。さ、若田さん捕まってください。そのままじゃ溺れちゃいますよ。すみません。さーて、サシになっちまったね、お嬢さん。ずいぶんあから顔だが、酔っ払ったかい。まだ
まだです。この程度で根を開けるなどなかなか頑張るじゃないか、いいとこの箱入り娘。先ほどから私たちを善人扱いなさっておりますが、私たちはあなた方などお呼びもつかないほどの咎人です。この手はどうしようもなく血に汚れているのです。この罪を償いたいと思うからこそ、どのような苦境にも耐え忍ぶことができるのです。あんたの事情なんか知ったこっちゃないよ。けどそんな無駄にでかい責任背負い込んじまって、それで生きてて楽しいのかい？それは、その、はい。はばかりながら、兄様たちとの旅路は、私の人生で最も充実した時間で、このような幸福に浸ってはいけないと常々思っているのですが。兄様？ああ、あのプリンセスナイトだかいうガキのことかい。お前さん、あのガキに惚れてるわけか。それは、そのようなことは。いいのかい、そんな興奮してのぼせちまって。お前さんがぶっ倒れちまっても解放なんざしてやらないよ。結構です。兄様との旅を続けるためにも、私はまだまだ。おにぎり様。